はようございます。おはようございます。6日目の朝です。はい。まあ、昨日はダイヤモンドヘッド登った後、ふらふらっと観光して、午後からはのんびり過ごしました。はい。まあ、ちょっと夜に事件はあったんですが、気を取り直して。はい。今日はカイルアビーチというところに行きます。はい。オアフ島の東の方やな。北東、うんうん、東行ってちょっと上の方に上がる感じです。そこのビーチが綺麗なのでそこに行きたいと思います。はい。今日はウーバーで向かいます。浮き輪持ってる？浮き輪乗るか？ハロー、Good morning。 乗りました。40分弱ぐらいかな、うん、今日も晴れです。毎日晴れやな。あんま雨降ってないな、ハワイ来てから。さすが寒気。昨日の夜の事件というのは、はい、昨日の夜もちょっとウーバーに乗ったんですけど、買い物しに。このウーバーにあかりが iPhone を忘れました。やってしまいました。 iPhone 置き忘れて、まあ、あのウーバーやったからちょっと運転手さんと連絡が取れたので、うん、まあ、今日返してもらえることになってるんやけど、うん、まに帰ってくるんですか。ちょっと不安。まだ手元にはない変な、うん、まあ、今日のお昼頃にホテルに届けてもらえることにはなってるので、まあ、ちょっと今日出かけちゃうからな、うん、帰ってきて届いてるかどうか。はい、皆さんちょっとまだ不安なんです。iPhone 戻ってきますように。カイルアタウンになりました。街中になった都会です。高級住宅っぽいな。いえ、結構でも高価でかいな。綺麗やし。お、綺麗。ウーバー降りました。ビーチ、はい、ではビーチパーク到着。ちょっと海はまだ見えへん。なんか駐車場も広いし、うん、トイレとか更衣室とかそういうのもシャワーもあってな。もうちょっと東に行くとラニカイビーチっていう、そこもまた綺麗なビーチがあるんですけど、そっちは何にもないらしい。トイレとかもないから、だからこっちの方がな、設備があるからこっちに来ました。はい。おー、海。なんかこの期待感がすごくない？そうやね。見えへん。見えへん。ちょっと小高くなってる。おー、見えてきたー。波が速い。そうそう。なんか書いてた。ネットにも。こっちはそんなに波がないと。おー。おー。うわぁ、綺麗。うわ、めっちゃ綺麗。すごっ。人はおるけど全然ワイキキビーチとかエリア少ない、うん、おー、全然人少ないで、週末でこれやから。ワイキキに比べたら全然おらん。おーとか日曜日やからワイキキはやばいもんな。おー、綺麗。結構長いな、ビーチ時代。まあ、なんかあそこに島って誰か食べる。ほんまや、あそこ島、平らな島がある。ワイキキビーチよりもっと一段と青いって感じ。波もあるけど全然、ワイキキビーチは結構波強いから穏やかやな。うわ、綺麗。テンション上がる。なんかそんなに冷たくもなく、うん、ちょうどいい、ちょうどいい適温。潜ってみます。透明や、割と見える。最高。楽しい。海きれいやな。まあちょっと沖の方というか離れていったんですけど、なんか魚はもうおらんくて、うんうん、ちょっとサンゴは多分死んでそうな感じやった。海はきれいやけど、
波が穏やかやから、そうそう、ワイキキビーチよりは泳ぎやすいな。しかもちょっと遠くまで行っても浅かった、足はつかへんけど、うん、遠浅っていう感じでめっちゃ泳ぎやすい、気持ちいい、人も少ないしな、うん、のんびりできそう。日曜日でこれやからな、のんびりしたいと思います。2時間ぐらいカイロアビーチでのんびりしました。はい、楽しかった。更衣室があったからな、ちゃんと、うん、着替えることができました。はい、次は近くにラニカイビーチっていうのがあるから、うん、そこは泳がんねんけど、ちょっと見に行ってみたいと思います、うん、カイロアビーチから歩いて15分ぐらいで行けそう、うん、今までいたカイロアビーチ綺麗。あの平面の島はなんなんやろはい、ここから笑いに帰って、あの遠く山があるんですけど、上にピルボックスっていうな、なんか建物というか展望台というかそういうのがあって、昔来た時に登りました。あそこ見えてるな、見えてる、結構大変やった覚えがあんねんけど、あんなとこまで行ってたよその時はラニカイビーチは行かんくてな、ほんまに上から見ただけ。からビーチアクセスいます。うわー綺麗そう、もうなんか小道がテンション上がる、うん、おお砂浜がある、おおビーチが、あ向こうの方やな、うん綺麗。ちょっと分かりにくいけど、ウミガメがいる、泳いでる、こっちウミガメおった、すごい、肉眼で見える、浮いてる、浮いてるウミガメです、あ顔出した、あこれもウミガメや、めっちゃおる、あっちにもおる、なんかおる、めっちゃおる、綺麗やし、ウミガメがいっぱいおる、すごい肉眼だけでもう3か4ぐらいはおったで、別の個体で、すごい、ラニカイビーチはウミガメの生息地だった、よかったな、なあ若干ラニカイビーチの方が綺麗かも、うん、なそうかも、すごい、すごいな、人はまあ同じぐらいおるな、結構おる、でもカイロアビーチと一緒で結構横に長くて、ラニカイビーチからカイロアタウンの方に戻りたいと思います、はい、またウーバーを呼びました、うん、ウーバーで戻ります。さよならカイロアビーチ、ランチイージーキューというお店、はい、本当はウアヒアイランドグリルっていうお店に行こうとしたら、なんかパーティーがあるから閉まってたおおおしゃれ、切りました。美味しそう。なんかバーベキュー、BBQ プレートっていうので、なんかいっぱいお肉とかがあってな、1個選んでサイドを2種類選ぶ感じ。美味しそう。急遽探した店にしてはなんか美味しそうなメニューで期待はできます。どうしようかな。ソースも選べるんや。フリフリチキンっていうのがノースショアの多分名物なんですけど、ちょっと食べたかったから、この店あるし食べようかな。うん。カルアポークっていうのもなんか美味しそうやってんな、うん、食べてみたい。店員さんが説明してくれて、よく見た一番上にツーミートプレート種類選べるやつがあったから、うん、これを2人で頼んで4種類楽しもうと思います思いがけずめっちゃ美味しそう、そうやね、美味しそうな店やった、よかった来ましためっちゃ美味しそう
これがフリフリチキン、こっちがカルビブリスケットっていうカルビのお肉。カリはカルワポークとポークベリー、ボタボタです。美味しそう、美味しそう。いただきます。これから食べてみよう。これがカルワポーク、カルワポーク、めっちゃ美味しい。これも食べよう、ポークベリー。うわ、これも美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。分厚い、すごい。なんかステーキみたいな。めっちゃ柔らかそうやし、とろとろ。うわ、フリフリチキン。なんかこれはくるくる回しながら焼くチキンっていうな。フリフリっていうのがなんかくるくる回すみたいな意味やねんな。そうそうそう、柔らかい。でも、目でか、めっちゃうまいね。フリフリチキン食べたいってずっと言ってたもんな、ケンジ。めっちゃうまい。よかった。これソースいらんで、たぶん。なんかしっかり味あるよな。うわ、カルビもやばい。おいしそう。ボツ。ブリスケットってなんなんやろ。なんやろ。なんか普通のブリスケットとカルビがあって、これはカルビやけど。おいしいようです。これはステーキを超えてるかもしれない。マジ。めっちゃ美味しい。よかった。当たりですね。今まで食べたハワイのお店の中で一番美味しい可能性出てきた、これ、マジで美味しい。さっき見つけた店にしては最強や。 Google マップで探してな、空いてる店を探したらここに出会った。運命や。これは美味しすぎる。幸せです。最高。めっちゃ美味しかったです。美味しかった。やばかった。全部美味しかった。肉4種類食べたけど全部美味しかった。し付け合わせのサイドディッシュも美味しかった。また来てみたい。カイルアに来たら美味しかったです。はい。カイルアタウンからホテルに戻ってきました。そして朝言ってた iPhone が届いてるかどうかちょっと確認してます。届いてるのか。お願いします。ありました。ホテルに届いてた。ホテルに届いてたのにまた行方不明になってた。ちょっと手違いでなんか行方不明になってたけど、あったわ。ありました。あったー、よかった、帰ってきた。ありがとう、ウーバーの運転手さん。ハワイでよかったよ。危うく思い出が iPhone 紛失の思い出になるとこやった。気をつけます。よかったです。気をつけてください。すいませんでした。はい、もうあとは明日帰るだけや。よかった、安心して帰れる。Rainy days don't seem so wetStormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, ハワイ最後の夜の夕日が沈みました。綺麗だった。Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. You watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever do.そう。シロップがこれでもかっていうぐらいかかってる。いただきます。うまっ。
めっちゃフルーティー、フルーティーそうなソースみたいな感じだった、うん、シロップというよりか美味しい。そんなザラザラの氷じゃない、柔らかい、美味しい。おはようございます。おはようございます。最終日7日目の朝です。はい、飛行機が1時50分発なんですけど、うん、まあ午前中にチェックアウトして向かわないといけないんで、朝ごはんと、まあ、ブランチっていう感じか、うん、その後もちょっとご飯食べてから帰りたいと思います。はい、最後まで楽しみたいと思います。まずは朝ごはんへ向かってます。クヒオ通り、あそこにカムクラができるみたい。この通りは丸亀製麺もある通りです。丸亀屋、丸亀、ハワイでは丸亀製麺や。新しいお店が多いな。うん、粉コーヒーめっちゃ並んでる。めっちゃ人気や。多分オープン6時かな、うん、今7時過ぎなんですけど、やばい長蛇の列や。え、やばくない、列の長さ尋常じゃない。1時間ぐらいかかんちゃんこれ、やばいぞ。コナっていうのはハワイ島にあるエリアかな、そこで作られたコーヒー、ブルーマウンテン、キリマンジャロと並んで世界三大コーヒーらしい。まあ希少価値が高いやな、ハワイで作ってるし。でもこのカフェのオーナーさんがホノルルコーヒーの創始者の人らしい、プロやん。コーヒーのプロすごいな、この店も流行ってるしすごいな。来ました。美味しそう。これがクイニーアマン、クイニーアマンとクロワッサン、なんかアーモンドマカダミア。クイニーアマンとクロワッサンは何かの賞を受賞しているそうです。美味しそう。ラテもめっちゃ早かったし、あの男の人ラテアートめっちゃうまかった。こんなコーヒーからいただきます。はい、100% 粉コーヒー、めっちゃ美味しい。なんか酸味とかあんまなくてフルーティー、フルーティーない、うまっ。めっちゃ熱いけど。うん、うまっ。なんかあんま苦味とか酸味とかじゃなくない？うん、うまっの、超美味しい。なってこと。でも飲んでる。どう？やばい。なんかクイニーアマンもいろんな味の種類があった。クロワッサンもやけど。やばい。めっちゃ美味しいです。パリッパリッ。サクッと言ったもんね。これはすごい。マジで美味しい、うまっ。最高やな、コーヒー。コーヒーにめっちゃ合う。うん、このパンとかな、ケーキも美味しそうやった、うん、全部美味しそうやった。まずはこだわりだ。毎日来れるわ。最終日に来たことを後悔するぐらいの美味しさやった。豆も売ってたしな、買って帰ろうかな、うんうん、お土産まで買いました。美味しかった、粉コーヒー。日本人の名張り下の方もいらっしゃって、そうそうそう、お豆の説明してくれました。はい、うまい、飲みやすかったな、うん。まあ、多分酸味があるコーヒーなんやけど、まあ、多少酸味はあるけど、全然気にならんぐらい。なんかどっちかっていうと酸味のあるコーヒー苦手なんやけど、うん、もう美味しかったな、うん、飲みやすかった。またハワイに来た時はな、絶対に行きたいお店です、はい、マグロスポットランチ、まあブランチか、まだ10時前です。ここで食べます。サイズを選んで、魚の種類選んで、ご飯の種類、ソース選んで自分好みにすると。日本の方がやってるお店やな、うん、これがナンバーワンらしい、シグネチャーボール。シグネチャーボール人気ナンバーワンメニュー。これ M サイズ、マグロ、サーモン、カジキかな、うん、あ
3種類の魚にトッピングは枝豆とキュウリと何これ海藻みたいなでソースがスパイシーマヨとスパイシー醤油、はい、スパイシースパイシー日本食って感じかな。なあ美味しそう。でもマヨで食べへんもんな海鮮丼は。うわ美味しそう、めっちゃいい匂い。うまい、うまっ、うん、めっちゃスパイシーや、確かにピリ辛、美味しい、ご飯が進む味付け。マヨのポケボール初めて食べた、美味しい、合う、うん、スパイシー、うまい、辛っ、うん、マジはめっちゃ美味しい、うん、これは結構海外の人も好きな味かも、うんうん、そうですね、これはハワイでしか逆に食べられへん味かも。なうまい、うま、美味しかった。小さいサイズはな7ドルとかだから割と安くポキが食べれると思います、うん、シグネチャーボールっていうのはいろんなトッピング入って13ドルぐらいだったから割とな高くはなく、うん、良心的な値段だと思います。結構スパイシーやった、うん、割と辛い、うん、他にもなソースいろいろあったから、うん、なんか自分で好みの見つけれるのも楽しそう。ポケ美味しいな。美味しい。ハワイ最後の料理でした。最終日の10時過ぎ、はい、もう飛行機に乗って帰らないといけないんですが最後海を見に来ました。いよいよお別れです。終わりや。最後のワイキキビーチ。見納めです。はい、何年後かに。そうやな。ありがとうワイキキビーチ、さよなら。ダニエル K 井上空港到着。羽田1時55分の便で帰ります。Rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you are mine, I'll be there when you need me. You can count on it.日本到着しました。はい、無事に羽田空港に着きました。これにて6泊4日のハワイ旅行終了です。はい、夏休みが終わりました。楽しかった、うん、途中の iPhone なくしたりご事件はありましたが無事帰ってきたし、はい、楽しかったです。はい、まあ、今羽田に着いたんですけどここからまあ新千歳にな、うん、まだ帰らないといけないんですけど、はい、頑張って帰りたいと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイ。